明日中央区にオープンする熊本市若者ヤングケアラー支援センターは家族の介護や支援などで自分の時間を持てない子どもや引きこもりなどの悩みを抱えた若者を支援する施設です市ではこのセンターに社会福祉士など3人を常駐させ求められれば専門機関への同行支援や学校への訪問相談などにも対応します自分が行ってみたいな。 またこういうことを話したいなっていう時にいつでも気軽に寄ってほしいと思ってます相談は本人だけでなく親戚や友人などからも受け付けます相談は平日の午前9時から午後6時までで電話や LINE での相談も可能です